ヴィンセンスはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の3番艦。アメリカ独立戦争中にインディアナ州ヴィンセンスの近くで行われたヴィンセンスの戦いにちなんで命名された。ヴィンセンスの名を持つ艦としては4隻目に当たる。ヴィンセンスは太平洋艦隊に配属された最初のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦であった。 1985年の収益時はパナマ運河を経由して太平洋艦隊に加わり SM-2 ブロック通艦対空ミサイルの試験及び開発に参加した。1986年5月にはリムパック86に参加している。1988年7月3日、ビンセンスはウィリアム C ・ロジャーズ賛成艦長の指揮の下、ホルムズ海峡において イラン航空655便のエアバス A300 バイト2に対して SM-2 ブロック通関対空ミサイルを2発誤射し、これを撃墜した。この事故により乗員乗客290名全員が死亡した。ヴィンセンスは2005年6月29日にサンディエゴで退役した。ワシントン州ブレマートンに敬遠され、 モスボール状態で保管されていたが2010年7月9日に解体のため売却。2010年11月21日にテキサス州のインターナショナルシップブレイキングリミテッドに到着。2011年11月23日に解体を完了した。戦闘情報センター。ありがとうございます。